はいどうも、今日はお休みファミリーマンですね。母の日ということで、ちょっといいお寿司屋さん、あっちゃん寿司にやってまいりました。こちら豊品店のですね、久しぶり、行ってきます。はい、久しぶりですね、あっちゃん。松本地域では老舗の回転寿司のお店。今日は豊品インター近くにある2代目回る寿司どころ、あっちゃん。最近はね、安くて子供が喜ぶ回転寿司店がたくさんあるので、すっかり足が遠のいていましたが、各地の旬のネタや信州らしいネタの揃う美味しいお店なんです。カウンターの中はね、職人さんが元気のいい声。まずはイカゲソの唐揚げ、レモンを絞っていただきましょう。回っていたものを取ったんですけどもね、揚げたてでサクサク、ブリッと美味しい。こちらはマグロの3点盛りですね。子供用なのでサビ抜きの旗が立ってます。子供ってこういうの集めて喜びますよね。でこちらはありがとう平成6貫盛り、赤身に中トロ、白身、信州サーモン、おまかせ光物軍艦と揃っていて、あ、こちらはね、信州サーモン、まあ、知らない人のために説明するとね、ニジマスとブラウントラウトをバイオテクノロジー技術を用いて交配した一代限りの養殖品種です。肉厚できめ細かい味が美味しい。海がなくてもね、美味しい魚は食べられるんです。はい、マグロたっぷり、安定のマグロ。怖がりがあるからね、ゆったり落ち着いた雰囲気で回転寿司が楽しめますね。はい、そして中トロ、やっぱおっさんは中トロ大好き。このね、ねっとりしっとり舌触りがたまりません。あー溶ける、あーやっぱ最強だね。でやっぱり昼から生ですか、生いっちゃいますかと行きたいところですが、この日はマザーズデー。残念ですが奥さんに飲んでいただきましょう。うまいらしいです。でもっておっさんはノンアルで、あー、まあ気分だけでもね、しょうがないよね、今日ばっかりは母の日ですから、こういうところ大事よ。まあ結構楽しめますよ、美味しいもん。これ、こちらは長崎産の黒むつ、プリッとした白身独特の歯ごたえがいいですね。あ、絶対うまいよこれ、食べなくてもわかる。食べるけどさ、あー、わー、やっぱ白身が最強だな。白身が最強。久しぶりに来たけど、やっぱいいなこの雰囲気。カウンターの中に人がいるってなんかテンション上がりますよね。まあなんだかんだ言って家族でって楽しいもんです。移りたがりかおい。はい、でこちらはイカゲソの串焼き、これね、実は半端な部分をおまけしてくれました。こういうの嬉しい。はい、七味マヨで、こういうこと、こういうことでしょ。外カリで中プルプル、美味しい。口ついてるマヨが。あっちゃんのカウンターの中の職人さんはね、皆さんサービス精神旺盛、笑顔でね声かけしてくれて気持ちいいんです。はい、そしてこちらが今日のメイン、アナゴの一本握り。これ大好きなの、こういう長いのが。まずはね、こちらの太い方を食べて、食べ方あるんですよね。あ、ふわっとろ、これ日本酒いきたいな本当は。で次にこの尻尾の部分を食べて、でこの真ん中部分を一口で、一口でいけや。まあね、庶民だから大事に食べたいね。ああ美味しいわ。まあなんだかんだ言ってやっぱ本物が飲みたいよね。今度絶対飲んでやる、絶対やっちゃんで飲んでやる。
はい、これはね相方が頼んだ、ガリのしそ巻き。これ周りがしめ鯖なんだね。なんでシャリはないんですよ。はい、そして今回私一番楽しみにしていたのがこの馬刺し。馬刺しの握りですよ。これは新州のネタだね。握りで馬刺し食べるの初めてだな。おうま、醤油と生姜とネギでいただきま、うまお。締めはやっぱり安定のマグロ。あー、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでございました。ね、あっちゃん。はい、そんな感じで信州松本のおっさんサラリーマンがランチ情報を発信したりしなかったり、信州を楽しんだり楽しまなかったり、いろいろやってますので、チャンネル登録よろしくお願いします。